どうも高井です。スマホ依存、情報の精度を弱く消費者向き。この本の著者のバックボーンがあるからこそスマホって手放した方がいいよねって話なんですが、そもそもスマホって消費者に対してはすごいいいメディアだと思っています。 Amazon であっても星4星5ってつってたら、この価格でこの評価だったら買ってみようかなってならない？よっぽど値段が高いだとかするんだったら、さすがに星4星5でも不安だな、もうちょい調べてみるかってなると思うんですけど、お手頃だったら大して警戒せずにポチって購入ボタンを押しちゃうじゃん。買って届いた商品がひどかったら、こんなものが届いちゃったよ最悪とか思って、星1評価を出して、こんなスクラップ届いちゃったよふざけんなってレビューするんだろうけど、ただ店に行ってそんなに切らないじゃん、安く済むから痛いとは思わない。ところが自分の商品持つっていうのはいかに安く作るかってことが重要になってくるし、いかに製品のクオリティ品質っていうのが良くなきゃいけないっていうことがこの本読んでてよくわかる。安く作るには大人のチューブ で唯一高度な電子製品が作れるわけですけど、それ以外のものは他のもっと安く作れる国に頼めばいいんです。問題なのはチューブでどんな会社にどんな工場に頼めばいいのかって話があって、安ければいいのか、いや安ければ安いほど劣悪な商品が出来上がって届いちゃう可能性ありますよって話があって、じゃあ高ければいいのか、そうじゃない、高いって言っても倍の価格を提示してぼったくりじゃねえかって価格を提示してくる、そういう会社もある、工場ね。そういうものを見定めるためにも現地に赴いて工場もしくは会社の社長と話をする、誠実な人なのか、もしくはビジネス面はちゃんとやってるのか、そこを見定めるためのあえて会食に出向く、およそ2時間みたいですけどね、その食事を通して理解することが重要。今となっては珍しいって思うかもしれませんが、足を運ぶっていうのはさやっぱ重要なんだなってことをこの本で思った。何せ信用できるかどうかっていうのは、日本に住んでるとメイドインジャパンっていうイメージで良くなきゃいけないし、良いのは普通当然っていうイメージが強いからね。相手の情報を理解するためにも、信用できるかどうかって理解するためにも、日本に住んでる以上安心安全当たり前すぎてスマホの情報もあまり疑わなくなっちゃったなってことはこの本読んでて思いました。なので皆さんもね、消費者としてスマホをいじるのはいいですけど、事業者としてはスマホよりも足だよねって、自分の足で見つけていこうねってこと思います。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。